枕の草子第百四十五弾。ステップ編です。大事な言葉や文法についてお話をしていきます。はい。冒頭部分です。美しいきもの。ですね。これは様子言葉形容詞の美しです。意味は。可愛らしい。です。この第百四十五弾。五弾では。 筆者である聖少納言が可愛らしいと思うものを順番に挙げていっているわけですね。さあまず1つ目です。ウりに書きたる稚語の顔。ここで「たり」があるのが見つけられると思います。そう、官僚の助動詞の「たり」ですね。「何々した」というふうに訳すのがいいですね。そして「稚語」ですけれども幼い子供です。 現代語訳は次のジャンプ編でやるわけなんですけれども、今は簡単に、売りに書いた幼い子供の顔が可愛らしい。という意味ですね。2行目に行きますよ。雀の子の根ず泣きするに踊りくる。はい、皆さん、えーと「の」が2つ続く中の後ろの「の」、この「の」に着目してくださいね。 はい。これは、格助詞ののです。こののは、が、えー、に変換することができます。つまり、スズメの子が寝ず泣きするに踊り来るなんです。スズメの子が踊り来る。もう、これ聞くだけでも非常に可愛らしい様子が思い浮かべますよね。じゃあ、寝ずなき。 はい。ネズナキは、ネズミの鳴きまねです。ネズミの鳴きまねでネズナキです。じゃあ、このネズナキをするのは誰なのか、ちょっと不思議に思いませんかスズメの子が自分でネズミの鳴きまねするはずがありませんので、これはもちろん人間です。そう、清ナゴン自身がネズミの鳴きまねをすると、スズメの子が踊りくるように。 するのがとても可愛らしいと言っているんですねさあ可愛らしいもの3つ目ですちょっと文が長いですが読んでみますよ2つ3つばかりなるちごの急ぎて這い来る道に糸小さきちのありけるを目ざとに見つけて糸とおかしげなるお呼びにとらえて大人ごとに見せたる糸美しい。さあ2つ3つばかりなるちごのこれ先ほどのすずめのこのと同じです ははい、各女子の,のつまりこれはがと同じです。そして、えー、もうお気づきだと思いますがまたちご、幼い子どもが出てきています今度は2つ3つばかり23歳ぐらいの稚ごがということですね急ぎてはいくる道に、ですね、えー。まずこれしっかり音読できていないと何書いてんだろうと思ってね、えー、迷ってしまう方が多いと思いますよ。急ぎ。 ではい来る道にと分けることができるんです急ぎて、まあこれは急いでですねはい来る、イメージできませんかそう、これは張ってくるまあ、はいはいしながら来るということですその道にいいと覚えていますねこれはとてもですね小さき塵のありけるを はい。過去の助動詞のけりが見つかりました。〜何々したという意味でしたね。えー、とても小さいちりがあったのを目ざとに見つけて、この目ざとには、今の言葉で言うと、目ざとくとなります。さあ、この目ざとくという言葉、皆さんはいいイメージを持ちますかそれとも悪いイメージを持ちますかはい、えー。ここの 現代語訳の表現については、次のジャンプ編でお話ししましょう。さあ、目里に見つけて、意図おかしげなるおよびに捉えてですね。まず言葉を確認しましょうか。意図は、えー、とてもですね。おかしげなる、聞いたことがあるようなないようなだと思います。はい、これは様子言葉のおかしげなりという言葉があります。形容動詞です。意味は、おかし。 という形容動詞を思い浮かべていただくと、分かりやすいかもしれません、えー。このお菓子ですけれども、風情があるという意味ですね。その風情がある、小さい子供、二つ三つばかりなる事後の、えー、行動について、風情があるというよりは、こちらの方がいいですね。はい。 可愛げなとしておきましょう。このおかしげなりですけれども、風情がある指だという意味もあれば、美しい可愛らしいという意味も辞書に載っています。次、およびに捉えてのおよび。これは指のことです。指に捉えて大人ごとに見せたる。えー、ここで、存続の助動詞のたりが出てきています。 えー、先ほどですね1行目で完了の上等詞の詞たたたり、何々しし出てきてきいましたね。この官僚、えー、のたり存続のたり、えー、活用としては同じ文法としては同じカテゴリーにあるんですけれども存続のたりの場合は何々していると訳すんです。んで大人ごとに見せているその様子はとても美しいと美しいとなるわけです。 わかるようなわからないようなという、えー、皆さんの顔が目に浮かぶようですけれどもこれも現代語訳を次のジャンプ編でしっかりしますのでそこで、えー、詳しくお話ししますねさあラストです頑張りましょう頭は甘そぎなる稚語また稚語が出てきましたが今度髪型についてです甘そぎなるはい甘そぎとはおかっぱ頭のことですその髪型をした稚語 のもうわかりますね。こののは先ほども出てきているようにがと同じです。さあ、そのおかっぱ頭の子供が目に髪の O L を。次ののもやはりがですね。格助詞ののです。目に髪が O L。このルーは、えー、と助動詞です。存、え、続、ー、のりですね。何々している。 という意味です。目に髪が覆っているのをかきはやらで。これは一つの表現として覚えておくのがいいでしょう。書き払いもしないで。えー、特にね、女の子で、えー、っと前髪の長い女の子だったらきっとわかると思うんですけれども、自分の体験として。えー、前髪が、えー、目にかかっている。 それは当然、あのー、何かを見るときには邪魔になってしまいますから、書き払いたくなるはず。その書き払うこともしないで何したかというと、はい、打ち傾くは首をかしげるという意味ですよ。ものなどを見たるも、このたるは、はい、もうお気づきでしょうか。助動詞です。存、え、続、ー、のたり、何々しているとなります。大事な言葉がたくさん出てきましたね。 えー、これで清少納言が可愛らしいものとして挙げている4つが読めていきますでは、えー、詳しい現代語訳は次のジャンプ編です非常に面白いので是非、えー、楽しんでね最後まで頑張っていただきたいと思います枕草子第145段ステップ編以上です